皆さんこんばんは、ケロハルと申します。前回1周目の生存ルート後の追加エピソードを見ました。今回からは1周目で選ばなかった方の選択肢を選んで、まだ見ていないスチルとエンディングを回収したいと思います。クラスの第33回は2周目に入ります。それではどうぞ。はい、それでは、久我島くんのルートがですね、1周目終わったということで、2周目は、1周目に選択した選択肢と逆の方を選びながら、エンディングをね、目指していきたいと思います。それでは、久我島くん2周目行きましょう。一体誰をぶちのめすのかを選んだと思うので、確か、会いたくないから死ぬのかを聞きたいと思います。さっきクソジジイになりたくないから死ぬって言ってたじゃないですか。どういう意味ですか？会いたくないんですか？黒いガラスの奥の鬼の目が静かに私を見つめる。恐ろしさに目を離すこともできずに黙っていると、怪訝そうにしかめられていた眉がよりしわ寄った。ジジイになったらあれか、クソが、殺すぞ。硬直な罵声に目がひるむ。私の言葉が皮切りだったかのように、静寂だった鬼の瞳に、イカズチが灯り、地獄の下が豪華を吹き始めた。何が自分が行動すれば世の中は変わるだ。何がやらない善よりやる偽善だ。やってみたところで結局何も変わらねえ。年寄りの古くせえ頭の凝り固まった旧時代論がいつも、いつまでもまかり通る。不臭がバカきつい。心がければ世の中変わる。一人でも動けば変わる。否定はしねえが肯定もしねえぞ俺は。結局俺らはちっぽけなままなんだよクソが。待ってらんねえよ。ダラダラしてるうちに死んじまうぞ人間なんてな。だから俺はダラダラしてでも生きようとは思わねえ。あんな老人畜生や脳死した偏見持ちパンピにならねえって殺意持って自分を信じてても、10年後20年後どうなってるかなんて知らねえんだよ。小じわ5、6本増えた頃には脳みそ腐ってそこんじょらのガキに未練たらたら。新しい文明も受け入れあんねえで、思念の説教くれでやってるかもしれねえ。そんなアホだろ、気色悪い。そんな俺を、俺が一番許さねえ。だから俺は年寄りやめてやるって言ってんだ。脳みそまともなうちにやることやって、しんどきてんだよ。気に食わねえ。殺して奴の死に脳みそ叩いて潔く死ぬ。自分信じれるうちに、しんどくんだよ。もう逆に俺には理解できねえな。こんなクソみたいな世の中でやり返しも死ねもしねえで適当にへばってる奴らの気持ちが。許さねえ奴は許さねえ。ただ長生きして脳が腐っても生きたかねえ。くだらねえ常識に支配される世界に生きたかねえ。さっさと切り上げて気分がいいうちに死ぬ。自分をまともに信じられるうちに死ぬ。仮に私に明確な対象がいるならば。痛い目に遭えと思うを選んだはずなので、いい気分にならないにしましょう。いい気分にはならないです。今までの私がそうだったように、世間への息苦しさは感じても、
わざわざやり返すとか、そこまで思考が働かない。少し面倒にさえ感じる。これは私の本心でもある。しかし、どうやら鬼にとってはお気に召さない答えだったらしい。ああ、なんだその中途半端な答えはよ。ああ。外だけじゃなく中もなよっちんだな、お前は。いい気分にはならないですって。ムカつくって家を気色悪いな、雑魚！めちゃめちゃ言われてるけど。はっきりとした罵倒。荒々しい声。劣化と軽蔑の眼差し。詰め寄られて、言葉にぶたれて、私の体が動かなくなる。これはダメだ。彼の、罵詈雑言はいけない。なぜ、どうして、そんなことすら考えられなくなる。わけもわからず、泣くしかなくなってしまう。でも、泣くとどうせ、この人のことだから、泣けば許されるんだろう、とか言いそうで。泣くに泣けない。身を震わせるしかない。苦しい。痛い。この場から消えてしまいたい。興味本位で本気の死に、本物の自殺に近寄ろうとした愚か者への罰か。バカみたい。お前みたいな自分も他人もねえような雑魚に何俺熱くなって。その時、私にとっては聞き慣れた通知音が玄関に鳴り響いた。大きな鬼の背中に向かって、嘘でも本当でもない彼の一番大きな肝臓に添える最初の言葉を吐き出した。最上の状態での死に同感する。自分が納得いく状態で切りよく死にたいですね。そうだな。彼の老いることと思考停止の嫌悪に沿う、はびこる中身のない一般論に対する唯一の事項に共感する。私も長生きする意味とか、普通って言われることの意味を疑問に思っていたんです。ただ、少数派ってだけで優劣つけられて、昔の意見ばかりずっと通ってて、それが嫌だから死のうと思っていたんですけど。でも、久我島さんも、私と同じような考えを持っているって気づいて。でも、私と違って、自分の手でどうにか解決してから死のうとしている。今の世の中、同じ考えを持つ人と出会えるのも稀で。私と同じ価値観を持つたった一人のあなたが、でも、真逆の性質を持つ久我島さんが、一体、自殺するまでに何をするのか、どうなるのか、気になるんです。似た者同士、気になるものですから。カラーグラスの奥でこちらを睨む瞳が徐々に鋭さを増す。私へフォーカスを絞っている。そうだ、もう少し。だから、久我島さんが未練を晴らさないと気分よく死ねないように。私も。私と同じ、あなたの結果を見送れないと、楽に死ねないです。気になった。って仕方なくて、あなたの行く先を見送って死にたいです。あなたが気になるから見送りたいというのは本当だ。少し本音を混ぜた、たわごとの方が真実味があって、実直な彼には刺さりやすいはずだろう。自分には到底、肯定はできないような卑劣な考え方ではあるが、彼にはこれぐらいがいいはずだ。
鬼の目はぶれない。私を睨んだまま動かない。さあどう出るか。お前みたいななよなよ女に同志認定されんのは気に食わねえな。ごめんなさい。だが否定はしねえ。似てねえわけじゃねえのはわかる。いいだろう。俺はやる。やることやって悔いなく死ぬ。俺のやる様を見送って死にたいなら見送って勝手に行けばいい。好きにしろ。俺の輝きに目をつぶして死ね。まるで映画の悪役。みんなダークヒーローのような口ぶりで、独特な鋭さを持った言い回しで言葉を吐き捨て、白い鬼は再び扉の向こうの夕日を振り返った。それじゃあな。あ、はい。どうにか彼の胸の内に入り込めただろうか。考えている間にも彼の背中は離れ、すでに見えなくなってしまった。もう誰の足音も聞こえない。穏やかな夕刻の光はいつの間にか薄黄色から橙色へと変わっている。久我島美月、パーリーさんの愛するものから思い浮かべたそれを私は彼に伝えた。推しになれてよかったですね。その大好きな推しに、ついになれてよかったですね。なんだ。予想外の返答だったのだろう。さっきまでの威勢の良さが折れて鬼が急に静かになる。私は所詮夢ではないんですけど、アンチではないです。だよ、アンチじゃねえのかよ。散々言っちまった。そういうのは早く言え。いや、そっちがね、そっちが早とちりしすぎないよ。毎度毎度言わせる暇も与えなかったのはあんたでしょうが。便宜上頭は下げますけど。だから気持ちはわかります。愛した相手そのものになれるというか、そういう感覚きっと嬉しいんだろうなって思って見てました。以前からアカウントは見てたんですけど、そのとてもクオリティが高くって、今日の少佐も久我島さんがパーリーさんだったことにもびっくりしましたけど、あ、現れた瞬間空気が変わって、本当に少佐がリアルに三次元に来たんだなって惚れ惚れしました。あっそう。ありがとうよ。めんどくさそうにそっぽを向いててはあるが、なんだ、礼を言えるんじゃないか。疑っていた、見下していたわけではないが、彼の口からも他人に対しての謝辞が出るとは思っていなかった。少し感心していると、鬼はこちらにうなじを見せたまま、こめかみをポリポリと書いた。昔からよ。このクソ浮世と自分を切り離すのが好きでやってんのよ。コスプレですか？ああ。仮装とか、演技とかだ。まあ、最初は紙で作ったお面を被って、声変わりもしてねえ喉で、どすごい出そうと踏ん張るとこから始まったかな。お遊戯会みたいな感じですか？うん。彼をけなすつもりは毛頭ないが、暴食局の白髪鬼にもそんな時代があったかと思うと、なんだか可愛いですね。殺すぞ。
すいません。姿、形、性格、言葉、出す音、所作全部変身させてよ。楽しいってのもあるが、それよりも、一瞬、世界と自分を切り離せるこの瞬間がたまらねえんだ。俺が消えて、世界が世界じゃなくなる感覚がたまらねえんだ。だから極めた。中途半端じゃ、ちっとも気持ちよくねえからな。俺自身が、推しになるのははっきり言って悩んだ。葛藤した。めちゃくちゃ頭抱えた。なんでですか？お前の言ったまんまだ。俺は、愛してる。相手になるってことだ。惚れてる相手に自分がなるんだぞ。自分で自分のやってることが冒涜的で許せねえ。だが、所詮まがいもんでも、そうなってみたい自分もいる。推しに自分の体を好きなようにさせてみて。推しに自分の体を好きなようにさせてみて。なんかすごいさらっとすげえ平気みたいなこと言ってない？一瞬でもこの世に、自分が一番納得のいく形で推しを生かして。他人がやるんじゃダメだ。絶対納得いかねえ。となったら、自分でやるしかねえんだよ。自分が一番求める理想は、自分でしか作れねえ。夢小説だってそうだ。自給自足ってことな。しばらく SNS 切って、三日三晩悩んでたが、クラブスーサイドもあったからな。踏ん切りがついた。罪悪感ごと全部巻き込んで望みは叶えるべきだってな。この世に推しが一瞬でも生きてたんだって。熱狂を抱いて死んでやると決めた。んで昨日、授業中に発注してクソ急ぎで衣装を仕立ててもらったんだ。ウィークは前から作ってたからな。一日で、衣装が、まあ、そんなに難しい。あれじゃなさそうだけど、にしてん早すぎんか？まさかてめえに会うとは思ってなかったが。ちっ。邪魔したみたいですいません。別にいい。てめえの身から見て、俺が本気で少佐に見えたんなら、まあ、満足だ。客観的な意見が欲しかったわけじゃねえが。まあ、普通に、ありがたいな。くそ。なこと振り返ってたらまた罪悪感が湧いてきたらくそ。忘れかけてたのによ。もし、許してください。誰だよ、推しの皮かぶって調子こいてる奴は。めっちゃ好きだな、本当に。くそ、死にてえな。殺せ、殺意があんなおね。早いとこ写真見れと収まんねえ、死ね、殺せ。いけない。油断していたが、いつもの発作がついに来てしまったようだ。こっちが仕掛けてもいないのに、勝手に自分で自分の尻尾に火をつけたがる人だな、この人は。あそこが彼の自殺を追いたい理由でもあるのだけれど、カビ火を避けるためにも話を少しそらそう。久我島さんはコスプレという本気の変身遊戯を通して、あれ、私これどっち選んだっけ。世界のことを忘れたいにしたんじゃなかったっけ。自分が自分でなくなりたい。自分が自分でなくなりたいのだろう。初めて会った時は
誰かれ構わず当たり散らす話のできない人だと思ってしまったが、彼にも彼なりの哲学があり、考えがあり、行動理念があり、そしてきっと臆病なのかもしれない。彼は己を束縛しうる殻を窮屈に感じて、故にうなり叫ぶのだろう。身を繕って夢を見るんだろう。一周回って心の綺麗な人だ。同じ友達の少ない社会的少数派の陰キャだろうけど、同じコミュ障だろうけど、私みたいな陰湿なのとは違う。少し羨ましく感じた。故に余計に、そんな彼がこの先どうなるのか、俄然興味が湧いた。余計最後まで追いかけたくなった。どんな写真が出来上がったんだろうか。私もまた立ち上がり、臆病な鬼が消えた夢の舞台裏へと向かった。彼は、これどっち選んだっけな。夢や理想を本気で追っているの方が今回じゃないか。ちょっと見るか。どっちもうーんって感じはあるけど、なんとなく自分に一番妥協したくないの方が、その久我島くんに合ってるような気はする。はい、自分に一番妥協したくないを選んでたので、夢や理想を本気で追っているを選んでいきます。故に、そんな彼が考える自殺と復讐の理由が、女将が行く先が一等気になってしまうのだけれど、ちょっと食べてみて。お夕飯です。僕的には結構いいと思うんですけど、新藤さん、ちょっと、ここを皿ぐらい拭かせてほしいって前回はしたので、素直に帰りましょう。手伝いたい気持ちはあるが、世話焼きが逆に彼の気分を悪くさせるのなら元も子もない。所詮私は部外者だ。それにいくら放任主義だからといっても、引きこもり明けの一人娘の帰りが遅いとなれば親も心配するだろう。わかりました。うん、ならば仰せの通り、夜も更けのうちに鬼ヶ島から帰らせていただく。久我島さんが喉を鳴らすと、テレビの前であぐらをかいていたお兄さんが機敏にこちらを向いた。帰っちゃうんですか。はい、親も心配していると思うので。ああ、そうですね。長いさせちゃってごめんなさい。いえいえ、ご飯とっても美味しかったです。置かせてもらっていたバッグを拾って担ぎ、一礼して玄関へと向かう。久我島さんは見送りに来ない。まあ、空洗いしているし。またよかったら来てくださいね。今度はお菓子とか用意してますから。お気になさらず、お邪魔しました。帰り気をつけてね。はい。ローファーの横に靴が一つ増えていた。私のものと比べ倍はありそうな白黒のそれは多分、復発の彼のものだろう。あまりの大きさに一瞬靴を履く足が止まってしまった。改めまして、ごちそうさまでした。お邪魔しました。はーい、またね。頭を下げて重い鉄扉を外へ開く。三四度目の軽い会釈を最後に玄関を閉めると、小さな踊り場を夜の静寂が包んだ。行きはヘトヘト、帰りは軽い。
コンクリートの下り階段を向き直って、すっかり元気を取り戻した足で、来た道をゆっくりと帰り始めた。駅への距離はそうない。しかし、街頭の店のほぼすべてがシャッターを下ろした妙に寂しい帰り道。時刻は夜8時前。居酒屋さんの1軒や2軒、光が灯っていてもおかしくはないはずだが、商店街に光はなく。間の空いた街灯だけが私の行く道を青白く照らし示した。小賀島さんと一緒にいた時間は短いのに、彼のことをたくさん知れた一日だった。故に、すでに、彼がなぜ世を恨み、殺す殺すと叫ぶかの理由もなんとなくではあるが、分かれた気がする。万物の結果には、過程が伴っている。物事の考えには理由が必ずある。彼の自殺の理由は、まだ分かりきれていないけれど、なぜこの世を嫌うのかを通して死を願う理由ももっと深く理解できそうな気がしてきた。彼の気持ちが、考えが、その理由が、もう少しでちゃんと分かれる気がしてきた。自分にとっての悪をぶちのめしてから死ぬ。やられたことはやり返す。無駄に長生きばかりしたくない。くだらない常識に支配される世界に行きたくない。自分を信じられるうちに死にたい。自分の人生や時間は自分のやりたいように使う。意外と義理堅く恩を感じる。過激なようだが素直で純真。そんな彼は、しゃあるや！うわ、なに、え？ちょ、怖いんで急に大声出すのやめてもらっていいですか？え、なに？突如、すぐ後ろで響く鈍い音。少し太い枝が折れる音にも、厚い壁を叩く音にも似た不思議な破裂音の後、どしゃりと何かが落ちる。驚きのあまり一瞬腰が抜けかけたが、恐る恐る後ろを振り向くと、そこには奇妙な光景が広がっていた。あ、クロックス履いてらっしゃる。倒れてうめいている、ちょっと小汚い感じのおじさん。と、そのおじさんを踏み下ろす息の上がった久我島さん。え？え、何やってるんですか、クガ。死にてえつってもみすみす誰かにくれてやる命じゃねえだろうか。殺すぞ。鬼は案の定切れている。正常運転だが、なんとなくいつもよりももっと機嫌が悪そうというか、明確な怒りを感じるというか。え、いや、すいません。よくわかんない。てめえはどこまで頭がお花畑なんだよ！ボーケ！カス！ナチュラル悪口。くん、バカ！ベーケ！恫喝はいけない。人に声を荒げられると反射的に体が固まって動けなくなる。石になる。何か返さなければいけないと分かっていてもダメになる。いや、さっきのやつはそんなに怖くなかった気するけど。たとえそれが私に向けられたものじゃないと分かっていても胸が締まって涙が出るはずなのだが。いや、なんで踏んでるの？知り合いさん？なぜか今、いつにも増して巻いた彼の罵声を前に石にはならなかった。普通に聞き返せてしまった。
彼は長いまつげをゆがませ、眉間にシワをいっぱい寄らせて、なぜ怒っているのかの理由を、私が石にならなかった理由を答えてくれた。てめえの後ずっとつけてたんだよ、この老いぼれ。え？別にてめえを見てたわけじゃねえ。ふって外見た時にお前がいて、後ろにこいつがいたのを見つけたんだよ。でてめえは知らねえ風に歩いてるし、こいつはずっとてめえの後ろにぴったりついたしで。ったく何考えてんだてめえら。揃いも揃ってバカバカバカ。背筋が凍った。え、ずっと私の後ろをつけてたの？この人。気のせいじゃない？私そんな ストーカーとかされたこと別にないし、地味だし。何言ってんだてめえ、論点吐き違えんじゃねえ、殺すぞ。地味だなんだ。うっせえな。このご時世ブスだろうがなんだろうが自分より弱え奴を食い物にする奴で溢れてんだよ。てめえみたいにうんともすんとも言わなそうな都合のいい人間に目を光らせて好き放題する奴らがいいんだよ。そういうクソ性ある暇人もいいんだよ、こいつみてえな。なおじさんを踏みつけていた足をもう一度強く踏み切ると、大の大人がカエルの潰れたような情けない声を上げた。身構えろ、気を張れ。ストーカーされたことがないだ。今気づいただけかもしれねえじゃねえか。どこにだってドイツにだって想像もつかねえような雑食クソ雑魚毒ズどもはつくんだよ。食われてばっかになんな、疑え、ブラブラ歩いてんな。ち、分かってんのか。あ、はい。ついでに言っとくか、てめえは地味でもブスでもねえぞ。こいつはどうにかしとくから、てめえはおら、さっさと帰れ。親待ってんだろうが。あ、うん。久我島さん。あ？ごめんなさい。ありがとうございます。お邪魔しました。ここは家じゃねえよ、帰れ。あと守ったつもりはねえ。次はねえぞ。電車も気ぃつけろよな。鬼の一括と元気なサムズダウンを背に受け、帰りの道を走る。後ろで鬼がまたおじさんの背中を踏むのを横目に道を曲がった。